まさみさん、こんにちは。次のママ友会って、まさみさんのところだよね。私、キッシュ焼いて持っていくね。ともえさん、こんにちは。え、キッシュ？すごい。私、そんな大したもの用意できないけど、美味しい紅茶が手に入ったから期待してて。紅茶大好き。今回って私とあとはいつものママ友メンバー？その予定よ。あ、でも、かなさんは来られないって言ってたから、いつものメンバーよりは一人少ないわね。え、かなさん来れないの？なんで？前回かなさんの家でママ友会させてもらったから、俺のクッキー焼こうと思ってたのに。なんかかなさん、今大変みたいよ。大変？パート始めたのよ。確か近くのスーパーで。え？専業主婦だったよね。っていうか、旦那さんも結構稼いでなかった？旦那さんの大事にしてた時計がなくなったんですって。それでそれを弁償するために働いているそうよ。え、時計？私もよくなくすけど、そんなことで働きに出すなんて旦那さん鬼ね。かなさんから働くって言い出したみたい。今回はママ友会に参加できなくてごめんなさいって伝えてって言われてたのよね。そうなんだ。なんかかわいそうな感じするけど仕方ないね。例えばかなさんの家の前に彩子さんのところでもママ友会やったじゃない。持ち回りで場所提供してるもんね。彩子さんも物がなくなったって言ってたのよね。でも盗まれた形跡とかあるわけじゃないから本当になくなったんだろうけど、もし盗みだとしたら物騒ね。この町平和なのが売りなのにね。智恵さんのところは大丈夫？うちは盗まれるようなものなんかないわよ。そんなものあったら売っ払って私の小遣いにするわ。でも現金は置きっぱなしだし、最近買い替えた家電もあるから注意するに越したことはないわね。ママ友会の時にもみんなに注意喚起しときましょう。治安が悪くなったら、おいそれと子供たちを外で遊ばせることもできなくなるし。そうね。まさみさんの家に行くとき、いつも以上に戸締まり確認していくわ。え？お互い気をつけましょう。それじゃあ、またママ友会で楽しみにしてるわね。私も楽しみに待ってるわ。まさみさん、今日はお邪魔しました。お紅茶すんごく美味しかった。私のお気に入りなんだけれど、人気すぎていつも品切れなのよ。私もママ友会楽しかったわ。またやりましょうね。それじゃ。え、ちょっとどうしたのよ。そんなにすぐ LINE 終わるなんて珍しくない？それが、ちょっと困ったことがあって。今パニックっていうか。どうしたの？話くらいならできるわよ。問題が起きたら一人で悩むより、周りに相談した方がいいことだってあるんだしさ。ありがとう。実は旦那が大事にしてた万年筆がなくなってて、それから旦那からもらったダイヤがついた腕時計もなくなってるの。え、それってもしかして例の泥棒？え、やっぱりそうかな。でも戸締まりもきちんとしてたし、他のものが取られた感じもないし、現金だって残ってるのよ。なんでよりによってあの万年筆と時計だけ？それじゃあ泥棒じゃなくて、ただどこかになくしちゃっただけとか？大掃除とかしたらひょっこり出てくるかもしれないわよ。でもおかしいのよ。何が？今朝仕事行く前に万年筆を旦那が使ってて、それをいつもの定位置にしっかり戻して、私そこからデスクに触ってもいないの。じゃあ旦那さんが間違って違うとこに置いたか、持っていたとか？ううん、置いてあったのはちゃんと見たのよ。私の腕時計も時計を保管するボックスにちゃんと入れてて、ほら、最近周りのお宅で物がなくなることが多いじゃない？しかもこういっちゃなんだけど、だいたいママ友会の後に亡くなったって話を聞くし、人の出入りがあるとバタバタしてそういうこともあるかなと思ってたけど、それってママ友会に参加してた誰かが盗んでるってこと？疑いたくないけど、その可能性もあるかもしれないと思って。私、ママ友会の前に家中写真撮ったのよ。みんなが着く前にね。そうなんだ。あ、ねえ、私この前ネットで似たようなの見たんだけど、ママ友がお金盗んでて、それが誰かを暴き出すのに、警察に通報するから、みんなにも連絡行くかもしれません。ご迷惑おかけしますってメール回すの。それで焦って、警察はやめた方がいいよみたいな否定的な意見を返した人が犯人みたいな。似たようなことが他でもあったってこと？ママ友トラブルってやっぱりどこでもあるのよ。それで暴き出してどうしたの？確か私が見た動画のやつだと、結局警察は嫌だから泥棒した方が平甘いにして、旦那さんが弁償して引っ越して終わりだったかな。そうなんだ。次のママ友会、うちが担当じゃない？私もこういうモヤモヤ抱えたままママ友会したくないし、
もちろんこのことを黙っとくし、ダメ元でまさみさんもやってみたら、かまかけ。疑ってるみたいであんまりいい気はしないけど、グループラインで聞いてみるわ。私もグループラインで初見みたいな反応するね。ありがとう。ママ友でしょ。困った時はお互い様よ。それじゃあそろそろ子供たちの晩ご飯の支度しなきゃだから、またいつでも相談してね。まさみさんこんにちは。その後どう？誰かから否定的な連絡来た？たまえさんこんにちは。今のところみんな本当に心配してくれてて、協力を惜しまないって言ってくれてるわ。それじゃあやっぱりママ友の中に泥棒いなかったのかしらね。疑ってしまって悪かったわ。時計も万年筆も盗まれたんじゃなくて、きっとどこかに間違ってしまってるだけよ。それはないから本当に警察呼んだわ。え？ああ、そっか、そういうブラフね。確かに警察を呼ぶより呼んだの方が効果的かも。でも私はこのこと知ってるからグループラインに書かなきゃ。さすがに物が物だったし、ママ友会をやってる2時間のうちに亡くなってるし、その間私はずっとキッチンとリビングを行ったり来たりしてて、万年筆も時計もあった2階の部屋にも行ってないから、警察に相談したのよ。ちょっと待って、それって本当に警察に相談したの？警察署近くだし、相談だけでもさせてほしいなと思って、ともえさんが警察って言葉出してくれたから、そうだ、相談に行けばいいんだって、警察署の存在を思い出したのよ。いやいや、あれは罠を張るだけのものっていうか、本当に警察に行っちゃうのは違うっていうか。ママ友会の前と後で写真撮ってたから、その写真とか提出して、事情も話して、今家の中を調べてもらってるわ。今？ちょっと待って、まさみさん。調べるってことは、家中踏み荒らされるってことなのよ。本当に警察に通報するなんて、旦那さんも嫌がるんじゃない？ほら、ご近所の目もあるわけだし。でも盗まれたんだとしたら立派な犯罪だし、しっかり調べてもらうなら、旦那も私も子供たちも家中調べるのに抵抗はないわ。ご近所さんにも説明はしてるし。だとしても子供の教育上良くないわよ。ママ友の誰かを疑うってことは、子供にとったらお友達のママが疑われてるってことなのよ。子供たちの友情にひびが入るようなことしちゃいけないわ。 LINE でブラフ仕掛けて泥棒釣るだけでいいじゃない。それが一番平和的解決方法よ。あなたという泥棒が釣れたわね。え？何言ってるの？たまえさんが教えてくれたのよ。警察呼ぶっていう嘘をばらまいて、否定的な意見を言ってきた人が犯人だって。いや、私はただいろいろ心配してるだけでしょ。っていうか、ちょっと待って、それってどういう意味？実は警察呼んだっていうのは嘘ってこと？ああ、それは本当。何なのよ。警察を呼ぶっていうのはグループラインで言って、警察を呼んだっていうのを個人個人のラインで送ってるだけよ。家族以外の指紋が出たそうだから、ともえさんご協力をお願いしますね。部屋の中についてた指紋と照合させてもらいたいから。そんなの証拠にならないでしょ。万年筆を入れてたところと時計ケースにしっかりと指紋が残ってるけど。まあ何もかも指紋を照合してからのお話だから、私はこれから弁護士さんに依頼しに行くわね。なんでそんな大げさな話になるのよ。分かったわ、万年筆も時計は売っちゃったからもうないけど、売れた分のお金をまるっと返すから、それで勘弁して。え、売った？盗んだらすぐに売るのが鉄則でしょ。まあ1万程度にしかならなかったけど。万年筆50万、腕時計100万よ。え、嘘でしょ。だって質屋のおじさんが万年筆はその辺でよくあるやつだし、腕時計もダイヤは偽物の模造品って。どちらもそれなりのブランドものよ。なんだったら購入記録見る？あのおじさんが嘘ついたってこと？150万が1万とは、ずいぶん安く買い叩かれたわね。そんな嘘信じないんだから。私は本当のことしか言ってないわよ。どっかの誰かさんと違って。ところで質屋ってどこ？今すぐ行って万年筆と腕時計を取り返したいんだけど。3駅隣の駅前にある質屋よ。かなさんの家の腕時計もそこで売ったの？全部そこで売ってるけど、1万とか2万にしかならなかったわ。だからそれくらいなら別にいいだろうと思って、ちょっとずつもらってたのよ、あんたたちから。うちのも入れて総額300万は超える品物なのにね。300万？あなた、ある意味目ざといんじゃない？だってその家で一番高価なもの盗んでるんだから。そんなつもりなかったわよ。ちょっとお小遣いになる程度のものでいいって思ってたんだから。私の件もあるから、今までなくしたと思ってたかなさんたちも警察に被害届出すことにしたそうよ。なんですって？ママ友ネットワークってすごいから。
今回の件すぐに広まって高価なものをなくしたと思ってた人たちがうちもうちもって名乗り出てるのよ。待って、嘘でしょ。全部弁償ってなるとすごいことになりそうね。まさみさんごめんなさい、私そんなつもりなかったの。売れたお金返すから。150万相当のものが1万になって戻ってくるなんてありえないわよ。本当にごめんなさい、もうしないから今回だけ許して。それじゃあ質屋から返してもらって。それはもう売れてるかもしれないし。それができないなら弁償です。この件は旦那さんにも報告させてもらうからね。やめて、そんなことしたら離婚されちゃう。ただでさえお金の使い方で揉めたばっかりなのに。金銭感覚が違う人と結婚してると破綻するわよ。だって旦那が私にお小遣いくれないから。家族カードでエステとか契約しただけなのに。そちらの事情は知らないわよ。それじゃあこれから警察がそちらに伺うみたいだから観念して対応しなさいね。え、嘘でしょ。ちょっと待ってよ、ママ友でしょ、助けようって思わないわけ。ねえ、まさみさん、私はこんなことになるなんて思ってなかったのよ。結局すべてバレたともえさんは離婚、親権は旦那さんが取り、そのまま実家に帰ったそうです。今は働きながら弁償額と窃盗で訴えられた分の慰謝料、子供の養育費を稼ぎながら借金地獄で暮らしているらしいと耳にしました。ちなみに盗品だったためまだ売れてなかった我が家のものは警察経由で帰ってきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。